Yeah.
あの調印式の夜、父の死を知ったオースラは、ラバナスタに戻って私を脱出させました。ヴェインの手が伸びる前に、あなたに保護を求めようと。ところが、当の私があなたの自殺を発表。帝国に屈したように見えたでしょうな。あの発表はヴェインの提案でした。当時は向こうの意図をつかめぬままやむなく受け入れましたが、狙いは我らの分断であったか。でもそれも終わりです。私に力を貸してください。共にヴェインを。抱っこをせがんだ小さなアーシェはもういないのだな。殿下は大人になられた。それではおじさま。しかし仮にヴェインを倒せたとして、その後は王国を再興しようにも王家の証は奪われました。あれがなければブローミシェイスの大僧侶は殿下を王位継承者とは認めんでしょう。王家の証を持たない殿下に今できることは何一つございません。しかるべき時までビエルバで保護いたします。そんな、できません。では今の殿下に何ができると。おじさま、それはそうと王女様を助けた謝礼はあんたに請求すりゃいいのか。まずは食事だ、最高級のやつをな。用意させよう。少々時間がかかるが。だったらそれまで風呂でも借りるさ。いくらか冷や汗かかされたんでな。ああ、とは着替えもいるな。何やってんだよ。これバルフレアの船だぞ。暁の断片を取りに行くの。もう一つの王家の証、アリカは知ってるから。飛空艇は後で返すわ。なんだよそれ。私はやらなきゃいけないのよ、死んでいった者たちのためにも。なのに隠れているなんて。一人で戦う覚悟はあるわ。一人ってバッシュは。大体人の船を勝手に。王女のくせになんだよお前。お前はやめて。それぐらいになさい殿下。なんてな、驚いたろ。仕事柄こういうのがあると何かと便利でね。お前はやめて。公爵に引き渡す。待ってください。その方があんたのためだ。では誘拐してください。あなた空賊なんでしょ。盗んでください、私をここから。俺に何の得がある。覇王の財宝、暁の断片があるのはレイスウォール王の墓所なんです。あのレイスウォールか。そして君にかかる賞金も跳ね上がる。何しろ王族の誘拐となれば重罪だ。煽った家来も同罪だろうな。ウォースラに代わり同行します。バンたちはどうするの。行くよ、行くって。こんなとこに置いてくなよ。じゃあ私も。え、一人はもう嫌。わかった。決まりね。公爵に気づかれる前に立ちましょう。誘拐犯らしくね。
ドラクロワ研究所ドクターシドか。ヴェイン様からの資金援助を確認しました。ナブディス壊滅の件に関わっているのも確かですが、あの作戦を指揮したジャッジ・ゼクトが行方不明では真相をつかみきれません。このグラミスも老いたな。息子を読み切れんとは。いや、構わん、死病だ。さて、世の後継は誰やら。有能すぎるベインを恐れて元老院が幼い皇帝を望んでおる。ガブラス、かつて世はソチの祖国を攻めた。ランディス共和国は消えました。今や帝国こそが我が祖国です。だがソチの兄は帝国の支配を認めずダルマスカへ流れたと聞く。兄の後を追おうと考えたことはないか。すでに追っております。帝国の敵として切り捨てるのみです。祖国の敵なら兄をも切るか。ガブラス、措置はそれでよい。世はその非情さを評価しておる。しかしラーサーはソチやベインのようにはなれん。あれを支えてやってくれ。ラーサー様に代わって手を汚す剣の役を務めろと。むしろ盾だな。よいか、引き続きベインを監視せ。あれはいささか鋭すぎる。よい、頼むぞガブラス。世はな、息子たちが争う姿を二度も見とうはないのだ。これも仕事柄ですか。有名人の辛いところさ。こうでもしないとすぐに見つかる。さて、船はここまでだ。この先はヤクトだからな。砂の海を越えて死者の谷に向かいます。目指すレイスウォール王墓はその奥に。ヤクトってのはさ、空席が働かない土地のことだから船で飛んでいけないんだ。空艇のことだけは詳しいのね。まあね、そりゃ空賊目指してるし。って、おい、だけは余計だろ。道中退屈しそうにないな。そんなことないよ、自治問題とか。